こんにちは、えー、もうすぐね、えー、夕飯食べなきゃなのでね夕飯食べなきゃなのでね支度をしなければいけませんけど今日はエビチリをやろうと思ってますエビってか魚介類食べてないのでね息子のために作ります今あの小安くん ゆうすくんの YouTube 見てあげようって思ったんですね年別に関さん関あきさん皆さんご存知だと思うんですけども 全くあの私都市伝説とかはもうなんかーワのような感じで全く興味もなかったですしたまに息子から聞いて「あ面白いねその話」とかっていうのはたくさんあったんですけどそんなに、うん、興味がなかったんですけどまあ YouTube 始めたのは本当はあのすごいした心があってあの西野さんとかホリエモンとか。 えとこれから自分がねお金を稼ぐのに何か方法はないかなぐらいの感じでやってきたんですけどまあねそういうことはもう終わっちゃったみたいですねあのもう全く違う全く違う時代に突入してしまってあのたまたま関さんの見たの私本当にラッキーだったなと思うんですけどその中であの、えー、と動画からね考察する 考察しててささんもぜひ見てくださいそこであの本当にもうとっても優秀な方たちが、えー、それを解説して深く歴史も本当に私もうかんないことが知らないこといっぱいあったんですけどいか、えー、さんとか河原さんとか、えー、そうですね亮太くんとか紫さんとか宇宙チャンネルさんとか考え方の学校のねとっても素敵なね動画を見ながら本当にあの勉強をしました。で もう本当にあの今コロナになってからはっきりいろんなことが見えてきましたよね各世界の状況とかあーあの第二次世界大戦終わってなかったんだみたいな感じに私はなりましたまあ,あの中田淳さんの、えー、YouTube 大学もあのいろんなものにいろんなもの検索していろんなもの見たんですけど「えー、とペストのカミューのペスト」が今すごく読まれてるっていうことでなぜかって言えば えー、まさしく今の感染症の話が歴史的なことを追ってこう小説となってて本当に今あのやらなければいけないこととかこれから起きることとかがあのをすごくあちゃんと解説してくれてまして。 な、えー、なるほどなと、まあ、この関さんのこう考察からまあいろんな本当に私の中でも、えー、今まであったこと歴史の中であったことで、うん、クエスチョンマークいっぱいついてたんですけどそういったものが整理をされてでまあ、このコロナ感染症が、えー、とスペイン風邪。 えー、1918年から1919 19年に起こって、まあ、パンデミックを起こしたそのスペイン風邪このベストはそのことが小説になって題材がそれにってるんですけど、えー、感染症このベストの中のひもときますとね感染症の後には地震が来ますねで。地震が来た後には戦争 もうすでにもうあの静かなね。戦争が始まっているって、もうこの前都市伝説でも言われてましたけど、確かにそうだと思います。あのこのコロナの裏でも本当にいろんなことがね。動いてまして、もうあの特効薬や。 そのワクチンの話でも、えー、昔は早くねいい薬が出るといいなできるといいなとか思ってましたけどあのそういったものの,その表と裏みたいなねこともあ,のあるのかなあるかないかは分かりませんけどあるのかなって、えー、思ってて思いますでもあのでもというかあの当然地球にも寿命があるしからあの成長してますよね。 地球も本当にあのこのなんか地軸が変わるという話があって本当にそうだと思います。えー、人類も地球とともにどっちがさっき分かりません人間が進化したから地球も進化しているのか地球が進化したから人間が進化したのか分かりませんけれども200年前には、えー、どうですか200年前もう10 100年前もそうですけど、えー、人を殺すことが ね、軍人であれば、えー、そうですねそれがあの男性ですと、まあ、それが勲章ですよねだどんだけ攻め抜いてどんだけ領土を取ったかとか200年前以上になりましたらね日本でも刀を持ってましたよね武士がねそんなところから今そんなことをやる人いないじゃないですかそんなことをやったらすぐにねえ捕まりますしねただえっ、ー、とーまあ権力を持った人が果たして その権力のもとで、それがどうだったかってことは、ひたひたと見えない形だったかもしれませんし。わからないです。あの見たこともないし。ただ、えっ、ー、と、いろいろ紐解いていくと、本当に怖いなと思うことが、もうたくさんあって。まあ、それはどっちでもいいです。どっちでもいいです。どんなことがあって、どんなことが考えて、誰かが何かしようとしている。どんな、そんなこともどうでもいいです。本当にどうでもいいです。ただ。 これから起こるであろうことこれから目にすることにみんな耐えなければいけないと思うんですねでも耐えればその後に戦後ね日本もとっても良くなっていったように必ず良くなるのでそれまで私たち庶民って耐えるしかないですよね工夫して 耐えるしかないですね今もねいろいろ言われてますけど諸外国なんかはねもうこんな日本あ悪口は言うつもりはないですよ。比較しますとね何て言うかな暴動が起きますね。だから上の人たちは、まあ、社会あの生活の保障をして罰金を取ります出たら。でもあの 日本は本当にあの球体前とした形でね、あの,ー、あのなんだろう、まあ、ど何が起こるか分かりませんからね、地震も、どういった地震が起きて、まあ、ただ地球というか、日本が今、火山がもう本当にあれですよね、もう火がついちゃってますよね、あのーえー、と神戸が起きて、東北が起きて、えー、自然災害であってほしいですけど、そういう災害があの起きてますよね。 で5月の2020年の5月11日これもう分かってる人は分かってますよねあのそれが予測できるっていうことでまあ本当にあの逃げてください。 っていう言ってる人たくさんいますよね海。海外沿いに住んでる人たちは逃げてください。親戚かね、そういうところにもの逃げた方がいいと私も思います。あの高いところに行ったり、その食料もねあの、できる限り、まあ、庶民ですからね、本当に何ヶ月もね、ストックできないですよね。でも、ストックして、から、その田舎に行くのもいいですよね。あの戦火にまみれなないような あの回だったところのうなもう最悪の時代を想像してこのカミューのベストベストのカミューのペストじゃないですけど最悪こうなったらっていうシミュレーション頭の中でして、えー、頑張って、えー、行かないといけないのかなって思います。なので、あのー、これからはちょっとその違う、うん、観点でいろいろ正直にまっすぐに。 話してってっ一人でもねあの一人でもっていうかたくさんの人が助かってほしいしから健康でねそういうふうになりたいです以上です。